道具持ってきたよ。じゃーん、耳かきです。これで君のお耳をお掃除するの。きなこごめんね、ちょっとその場所を開けてくれる？さあどうぞ。何って膝枕だよ。別に今さら恥ずかしがることないよね。私たち幼なじみなんだし、昔もよくやってあげてたし。さ、観念して葉月の膝の上に頭を乗せてください。頭はもう少し上の方に。そうそう、葉月のお腹にくっつけちゃう感じで。うん、位置はこれでいいよ。それじゃあ耳たぶ触らせてもらうね。中を広げて、耳かきのヘラをそっと入れて。まずは外側からゆっくり描いていくよ。そっと撫でるように、カリカリカリと。力の加減はどうかな？痛かったりはしない？うん、安心した。じゃあこのまま続けていくね。どうかな、葉月の耳かき、昔に比べて上手くなったと思わない？ありがとう、嬉しいな。そうだよね、子供の頃、大人の見よう見真似で耳かきしたら力を入れすぎて君を泣かせちゃったんだっけ。あの時は本当ごめんね。あ、うん。そうだったよね。結局葉月も君も二人でワンワン泣いちゃったよね。でもそれからすごく練習したんだ。今日はその成果をちゃんと君に感じてもらうね。耳かきをもっと奥の方に入れて、痒いところは残ってない？よかった。それじゃ続けて右耳のお掃除に移るね。顔を葉月の方に向けてくれるかな。もうちょっと上に、葉月のお腹に顔をうずめちゃってほしいな。ちょうどいい感じ。それじゃまずは外側から。カリカリカリと。
タブちょっと引っ張るね。それにしても、君の耳たぶこんなにふっくらもちもちしてたんだね。ふく耳って感じで、触り心地が良くて、なんかとってもいいことが起こりそうだよ。お、で、そもそも君が帰ってきてくれたことがとってもいいことだったね。ところは残ってない？わかった。もうちょっと右の方だね。でしょう。やった、君の合格をもらえて葉月も嬉しいよ。あ、頭を動かすのはちょっと待って、まだ仕上げが残ってるんだ。そう、梵天、このふわふわの綿毛で君の耳の中をゴショゴショっとするんだよ。ん？ダメダメ、くすぐったいかもしれないけど、お耳掃除は最後までやらなきゃ。覚悟したまえ。じゃあ耳に入れるね。するたい。でも我慢我慢、お耳の中きれいにしなくちゃ。右耳はおしまい。続いて反対側をゴショゴショするよ。顔の向きを変えてくれるかな。うん、じゃあ左耳も梵天でお掃除するよ。ふわふわの綿毛を中に入れて、
梵天っていう名前の由来知ってる？うん、正解。って、そりゃそうだよね。山伏の衣装についてる大きな丸い房飾り。子供の時、この神社に来た山伏のおじさんたちによく遊んでもらってたもんね。でも、なんで山伏さんの飾りと同じ名前になったんだろう。ある山伏さんは、耳かきの梵天にも山伏の霊言を分け与えるためじゃぞーとか言ってたけど、他の山伏さんは全く関係ないよ、単に似てるからとか言ってたし。まあいっか、ありがたいものではあるわけだし。そもそも神様にお仕えする幼馴染の巫女さんがお掃除してあげてるんだから、それだけでありがたく思ってほしいな。最後の仕上げをするね。耳たぶを引っ張って、はい、お疲れ様でした。体を起こしていいよ。そうしたら次は座布団の上でうつ伏せになってくれるかな。マッサージしてあげたいんだ。君の疲れを徹底的に取ってあげたくてね。準備するから、ちょっと待っててくれるかな。